この時間は内藤スタジオからの中継です。お話は内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんです。北原さん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は東京町はいい天気で気持ちいいですね。はい、もう夏のような強い日差しが照ってまして、まあ、このお天気が日本株の、ね、先行きをこう占うお天気だと、そんな風に期待したいと思います。そうですね。でも東京もあんまり長くは天気続かないみたいですけどね、はい、そうですね、まあ、なんとか持ってほしいです ね、 ですね、株式市場も、はい、そうですね、そう思います。はい、それで今日のお話はどういったお話でしょうか。はい、今日は株価トレンドに注目ということをテーマにお話ししたいと思います。はい、ちょうど先週までの株価の上昇で株価指数をはじめ個別銘柄の多くの銘柄が底入れからこう上昇トレンドに転換する手前のところまで来ていたんですよね。まあ、そこから本日株価がこう下落しているので、まあ、戻り売りに押されやすい水準からの下落ということで、まあ、もう一度仕切り直しということになったわけですが、はい、まあ、この戻り売りをこなして、ね、まあ、もう一段こう上に行かれるかどうかは、まあ、今週で言えば、やはりこの FOMC のまあ結果を見てからということになると思いますので、うん、そこでこうアク抜けをして再びこう上に向かうかどうか、今日はこのあたりをこう今週はこのあたりを、ね、見ていきたいと思います。はい、はい、では、続けさせていただきます。よろしいですか。はい、お願いします。はい、わかりました。はい、では、チャートをご覧ください。はい、日経平均株価ですけれども、このここですね、まあ、3月の戻り高値のところまで来て、まあ、反落というところですね、うん、今株価の位置がでちょうどこの、まあ、ダブルボトムを形成して、でもう一段上に行くかというところだったんですけれども、なかなかこううまくいかずということで、もう一度戻り売りをこなせるかどうかを試すタイミングとなりました。で今週はその FOMC のほかに日銀会合、それからアメリカの卸売物価指数の発表も、ね、ありますから、そういったところ数字の公表のあと、もう一度日本株がこう上値を終えるのかどうか、ここを注目していきたいと思います。まあ、3月のこの戻り高値が再び上値の目安になってきましたので、まあ、今後もこのあたり意識される価格水準になってくるというふうに考えられます。はい、はい、でやっぱりこの金融政策を踏まえると、やっぱりこの為替の状況というのがこう外せないテーマになってくると思います。まあ、今日も円安進んでますね。進んでますね。はい、欧米通貨に対して、まあ、再びこう下落基調を強めています。まあ、欧州の、ね、中央銀行が7月から利上げにこう踏み切ることを発表しました。11年ぶりでしょうかね。はい、で、まあ、すでにアメリカとイギリスがもう利上げを実施していて、まあ、ユーロ圏ともなると利上げをしていないのは、まあ、日本だけということで、ますます日本と他国の金利差が拡大して、まあ、利上げできない日本の円が売られて円安が進むという、事態が、まあ、今後も続いていきそうです。まあ、この円安がね、訪日外国人っていうところの、側面で見れば、まあ、プラスなんですけれども、やっぱり国内企業 の、 このコスト増加というところを考えると、ネガティブ要因ということもあるので、やっぱりこう為替の動向というのは引き続き注目に値する重要なテーマだと思います。はい、値上げ動きですね。でこれそうですよね。はい、で物価指数を改めて見ていきたいと思います。国内の企業物価指数なんですが、5月前年同月比 9.1% の上昇ということになりました。でこの企業物価指数というのは企業間同士でやり取りする物価指数なので、これがこう上昇基調が続いているということは、まあ、企業同士でさらにもう一段の値上げということも、ね、まあ、可能性がこうあるのかなという気がいたします。で、まあ、円建ての輸入物価指数を見ても5月は前年同月比 43% ということで、まあ、依然として国内のコスト増加要因というのは続いていますね。でこの物価を押し上げたその上昇企業のトップが化学製品で、まあ、例えばポリプロピレンなんかは食品トレーとか容器、それから包装フィルムなどにも、ね、利用されるので、まさに生活に密着する、ね、ところですよね。であと農産物でいうと豚肉とか卵、このあたりも、ね、上昇してきていますから、やはりこの食品の値上げというのは、今年いっぱい、まあ、今後も、ね、まあ、
続いていくようなそんなことが想定されます。で、もちろんこの物価上昇を受けて想定以上にインフレの、ね、沈静化に時間がかかるとなるとやっぱり株価にとっては上値を抑える要因になってきますので、物価指数も引き続き注目していきたい経済指標です。ただ、ね、こういった状況の中でも、そのインフレ の,、ね、その懸念このあたりがこう軽減されると株価はスルスルスルとこう 上昇に、ね、転じることも一方で期待されるわけです。で、直近でこの4月からの株価 この動向を見たんですけれども、はい、規模別では意外とこの中型株指数が健闘しているということがお分かりいただけるかと思います。そうですね、中型強いですね、はい、相対的に。そうなんですよね。で、この中型株トピックスミッド400なんですけれども、これは時価総額と流動性の大きいその中型株400銘柄で構成される株価指数なんですよね。なので、幅広くこう買われたのかなということがこう想定できると思います、はい、ですのでこの中で、直近で株価リターンの大きかった銘柄を、一つご紹介したいと思います。こちらご覧ください。はい、株価リターンの大きかったトピックスミッド400上位銘柄です。リターンの大きい順に10銘柄並べました。でこれを見ますと、防衛関連とかこの辺の、ね、防衛関連とかエネルギー関連が、ね、こう買われたというのは、ね、理解直近の外部環境からすると理解できるんですけれども、ここにアシックスとかゴールドウィンというスポーツアパレルが入っていることも、ね、意外というか、面白みがあるんじゃないかなというふうに思います。はい、そうですね、やっぱりちょっと異色の、顔ぶれといいますか、これまでの、ね、外部環境のところとはちょっとこう、違う要素の、理由があるんではないかということで、ちょっとこのあたり見ていきたいと思います。はい、ここでスポーツアパレルメーカーの株価比較ということで直近3ヶ月のパフォーマンスの比較をしてみました。比較の銘柄はヨネックス、アシックス、ミズノ、ゴールドウィン、デサントです。でこれを見ますとこの黄色でお示ししたゴールドウィンが、ね、一番こうパフォーマンスが高いんですよね。はい、決算でこの増配とか自社株買いを、ね、発表した要因が大きいと思いますけれども、それ以外の4銘柄がこう強いのもその外部環境、特にその6月に上海の、ね、ロックダウンが解除されましたので、はいはい、経済活動正常化、みんなこもってたの急に体を動かしたくなるんじゃないかということも、ね、あって、スポーツ関連がこう先行された、可能性は、ね、あるかなというふうに思います。なるほど。この中でも特に一番どれが魅力的ですかね。そうですね、じゃあ一番株価のパフォーマンスがこう良好なゴールドウィン、こちらの企業を一つご紹介したいと思います。ゴールドウィンですね、はいはいはい、では資料こちらご覧ください。はい、ゴールドウィン、こちらスポーツアパレルメーカーですね。でこちらの主なブランドなんですが、ここを見ていただきますと皆さん一度はこう見聞きしたことがある、ブランドが多いと思います。オリジナルブランドのゴールドウィンをはじめ、それからあとは開発から、ね、販売まで手掛けるブランドもありますし、それからライセンスをブランドの持っているところからライセンスを、ね、取得して販売している、ブランドなど、いろんなこう側面で扱っております。総合的なスポーツアパレルメーカーですね。街なんか散歩していると結構見かけますよね。はい、昨日もそうかな、ノースフェイスのあれなんだバッグ持ってるのかな、ウェアかな、どっちだっけ、なんか見ましたね、確かね。最近人気ですよね。人気ですよね。はい、こちらのカンタベリーは何年か前の日本で行われたラグビーのワールドカップでね、日本チームがつけてたこの、ブランドということでね、一時注目浴びましたよね。うん、そうですね。はいはい、で今期の業績計画なんですが、増収増益、それから配当金も5円増配の年90円を会社は計画しております。でそういったところでなぜ、ね、株価が他のブランドメーカーさんと比べて良かったのか、要因の一つとしては、ここの利益率が上げられるのではないかなというふうに考えられます。このゴールドウィンの売上高営業利益率は、今直近で 16% 台なんですよね。で今期の計画でも、この水準をこう維持できる見通しで、
他のメーカーと比べると、まあ、突出して利益率が高い、本業でしっかり儲けを出すことができている企業となっています。そうですね、この辺りも確かに明らかにこう高いですね、利益率がね。そうなんです、はい。でこのあたりがね、やっぱりこの株価の反応というところでね、好感されたということは、まあ、想定として考えられると思います。じゃあ株価どのぐらい買われたかというところなんですけれども、はい、こちらご覧ください。ゴールドウィン週足チャートです。決算を終えて株価が急騰しました。で、足元今日の前引きでは8290円のところまでね、ちょっとこう調整はしておりますけれども、直近の上昇でこの20年9月の水準のところまで株価上昇してきました。でこのオレンジ色で示した株価の3ヶ月間の平均売買コストを示す13周線、これに対して株価は、24% もね、こう先週こう乖離したんですね。ですごくこう直近で見ると乖離幅が大きいように見えますけど、過去を見ると19年の頃は 30% を超える乖離をした場面もありましたので、まあそこと比べるとそこまで驚くような乖離幅ではないかなという、まあ、感じはいたします。まあ、あの自社開発製品の販売から、ね、製造まで手掛けるブランドを持っていますので、価格競争力も、ね、あるブランドです。まあ、そういったところが、ね、今後そういったブランドの、販売が伸びてさらにこう利益を伸ばせるのかどうか、今後注目していきたいと思います。私からは以上でございます。なるほど、はい、よくわかりました。北原さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間のお話は内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんでした。